劇団から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。4月21日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティのコマナデでございますよ。はい、今週もですね、ゆるくおしゃべりしていきたいなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はいはいはい。沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになります、フロースタイルエフロボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋純バーガー&バーボーソルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、今週もですね、 AC クレーのヨヘナさん、またね、沖縄スパの高田さんに来ていただいてますよ。どうもこんばんは。こんばんは。高田さん久しぶりですね。はい、すいません、2週間サボってしまいました。ねえ、ちょっと宜野湾遠いなと思いながら今日も雨やし、どうしようかなと思って。はい、もう来ていただいてありがとうございます。すいませんまあね、そんな日もね、はい、もう大丈夫です、全然。気が向いたら遊びに来てください。すいません。ですね、まあそうですね、琉球のお話から今日もやりましょうかね。まあ先週の、あれは土曜日になるのか、ホームでね、ヴェルディ戦やりましたが、ヴェルディ戦は見事というのかな、まあ 2-0 で、はい、退場者が出るまではね、結構拮抗した。ヴェルディも調子良かったのさ、多分連勝、3連勝ぐらいして、琉球戦だったので、まあどうなるのかなって思いながら、このゲームはちょうど時間タイミングがあったので現地見に行ったのさ。なんか面白い試合してんなって、一進一退というか、結構なんだろう、面白いゲームだなと思ってたんですけど、退場がね出てしまって、どんな感じでした？見ました？あれ見ました。ね、たまたま当たったのかな。いやいや、全然全然見てましたから、富所選手この野郎みたいな。いて言ってましたね、富所選手ね。あれ痛かったと思いますけどね。なんだろうね、結構昨日かな、 J リーグからの正式な発表が出て、追加で1試合出場停止ですよっていうのが出てたんですけど、あれ1試合でいいのっていうコメントがめちゃめちゃ出てましたね。まあね、ダメよね。ユース、ユースが、ブルディ。なんかあったんすかね、ロータリーゲーム。昔バチバチやってたんすかね。佐藤だっけ、佐藤選手自身はベルディに来てまだ何年ぐらいなのかな。まあまあ、ただね、かなぁかなぁと思うんですけど、どうなんだろう。でもね、まああれ、あのファールは結構な、なんていうんですか、悪質というかね、もうがっつり蹴りに行ってる感じのね、足裏でね、もうやってたので。でも本人はめちゃめちゃ反省したらしいよ。まあ試合中は笑ってましたけど、あ、この退場の時にね、はい、てめえこの野郎、何ニヤニヤしてんだよこの野郎って。間違いだっただけなんですけど。上手っすね。球間違いでしたね。ちょっと球違い。蹴る球間違えました。でも目の前にね、井口監督がいて、はい、井口監督もめちゃめちゃなんか抗議するわけではなく、なんかなんだろう、本当に驚いた感じの、はい、おいおいって。なんだよこれ、第4シートでしかも目の前にいました。そうですね、ですよね。まあ、レフリーも真後ろにいたので、はい、もうすぐ見える位置で、はい、あれはどう見たってレッドだよなっていうような、誰がどう見てもレッドでしたよ ね、 ね、はい、あれはね、もうちょっとね、ダメよね。本当にいろんな意見が出てましたよ。なんか子供たちも見てるんだしさっていうのもあったし、はい、ああいうの見に行くためにお金払ってんじゃねえとか、結構きついコメントがありました。はい、
ますね。まあそうです、まあそうよね、あの勝ちにどうそこまでしても勝ちたいっていう気持ちはなんだろう、理解はできるけど納得はできないというか、まあやっぱサッカーの試合に入ってしまうとやっぱ周りのこと考えられなくなりますからね。出てきますよね、はい、感情的になっちゃったんですか。はい、まあ、どうしてもあるのかなって感情的になるんでしょうね。ありますか。それを抑えないといけないですけどね、はい、でもさあれ結果的にさチームに迷惑かけるじゃないですか、はい、本当にあれ あそこまでは結構さ見てて楽しい試合だったのさ、おおなんかヴェルディ去年と違うなとか思ったり、はい、でもあのレッドカードの後にやっぱりヴェルディ自身も結構きつかったはずだけど、はい、スプリントも増やしてあの走力は落としてなかったのさ、ああ頑張ってんなとか思いながら見てたけど、なんだろう後半ぐらいからはヴェルディってなんか悪いのかなと思うぐらい、あなんか選手同士のコミュニケーションとか見てても、はい、なんだかなって思うような、なんかねなんか悪いのかなって本当にちょっとゼビオが思うような感じがありましたけどね。そうなんだよ、だからね、ベルディさっきもちょっと言ったんですけど連勝できてたので本当にね、あのいい試合するんだろうな。まあ琉球はね勝ったのでね、もうなんだかんだ言ってももう結果ですので、はい、まあ良かったなっていう感じはありますけど、はい、まあ、倒された飛び所選手が自身でね、しかも受け取った PK を決めて、はい、去年は怪我でゴールもなかったはずなので2年何ヶ月ぶりかのゴールなのかなと思うのもありましたし、うん、見てて綿抜きね、うまかったっすね、うまかったっすね、あれ綿抜けた後にね、ちょっと隅にこう決めてたら、うん、たまたま手に当たっちゃったあれ多分こういうじゃないですよね、相手の選手もね、いやーついた時に当たってたような気がしたんですけど、難しそうな、スライディングで倒れての体を支える、はい、手に当たるのは OK なんですよ、はい、あ、まあ、そうなんです、そうなんです、スライディングあれスライディングしてないですよね、なんか あれは手をつく時同時みたいな感じで、倒れた手、倒れたっていうか、なんかあれよね、やられた感じ、そうそう、やられた、そうでも上かったっす、あそこで働きするところは、うん、いや、また上手かったっす、ね、上手かったっすね、調子どんどん上がってきてね、いいと思いますよ、だからボランチ、はい、飛び所選手のボランチは本当にハマってんなって思いますもん、はい、あそこからああいう感じでなんか細かいパス出すのはもともとうまかったんだろうなって思ってはいたんですけど、あの PK 取ったシーンなんてあの位置からドリブルで切り込まれたらね、相手なんて嫌だろうなって思うようなプレーも多かったので、まあでもね、今日の話はもうやめとくか。あ、そうですね。今日の話の部分が。しかしね、今日はまたアウェーでね、はい、あの水曜Jリーグがあったんですけど、まあ、琉球は3対0で負けておるらしいので、はい、この辺はもうサクッとね。全然、首位の新潟も引き分けてるんで、はい、どうしてね、勝ち点が離れてない感じでね。全然、悲観することがいいんじゃないですか。うん、はい、続いてますのでね、まあ、この辺も今週はまた日曜日だったかな。ホームでね、試合がありますので、またこの辺もちょっと楽しみながら、応援していきたいなと思いますよ。はい。はい、あとですね、高田さんもね、来てますし、はい、先週日曜日に行われてました沖縄県のね、天皇杯予選が、はい、西崎陸上競技場でありました。はい、沖縄スパーは、はい、FC 那覇とね、準決勝を戦いました。8対2 7対2、7対2、はい、まあ勝ちましたよと、はい、当然でしょ、そうですね、もう、まあ、勝たない、優勝します、勝たないとね、自力が全然違います、ね、うん、勝ってもらわないと困りますのでね、アンダー18の選手出ました、あ、後半から出てましたね、はい、はい、見ました見ました、平真央が、はい、まあ本当にね、ちょっと楽しみな選手の一人かなと思うんですけど、はいはい、あとはね、高橋さんがちょっとお話ししてくれてました、あの新加入の195センチの和田健太郎ですか、はい、出てました、出てました、出てました、で、でかって、でかいっすよね、お金さん、お金選手がなんか普通に見えるような感じの、はい、
95くらいですよね、本当にね。みんなでかいな、でかいなって。北欧の選手みたいですね。90代ね。めちゃくちゃでかいっすよ。本当にね。セットプレーはもうあそこしか、ね、狙わないですね。そうですね、セットプレーでも多分ゴール決めてましたよ。決めてました。セリに行かないと思います、僕だったら。ゴールの中に2人ぐらい立てといて、キーパー立てて、セリに行かないかな。ですね。もうだって無理っしょ、これ。あとはもうちょっと体当てるぐらい。キーパーが行けよみたいな感じで、はい、あとはみんなで3人ぐらいゴールの中に行って、守っとくから。そうですね。で、まあ、沖縄スパークまた、5月の、これはですね、9日になるんだったかな。はい、決勝戦がね、はい、緊張のボールセンター人工芝の方でね、観客は入れますよって言ってたので、ぜひね皆さんもタイミング合わせてね、今のところね、はい、今のところね、海保銀行サッカー部さんが沖縄国際大学に2対1で逆転勝利してましたので、ね、あれ沖国が勝ちそうだ、沖国頑張ってましたよ、沖縄国際大学、はい、本当に残り10分ぐらいで同点に追いついて、フリーキックから逆転だったので、沖国頑張、本当に頑張ってたんですよ、前半で1点取って、結構風が強かったんですけど、風下の時に前半で1点取って、後半もね、本当にギリギリで止めてて、PK を止めたシーンもあって、おやおやって、おやおやって思ってた中で、もう1個ちょっとエリア内でハンドが出ハンドだったかなで PK で同点で、その後また同じようにフリーキックがペナルティエリア手前であってっていうような形の逆転でしたね。ちょっと悔しそうな感じでした。はい、でも海保銀行は社会人らしからぬ走力持ってますからね。そうですね、めちゃくちゃ走ってますからね。大きくには負けない走力をね、はい、本当に持ってますからね。陸上ですよ。いや、すごいですよ。僕ら九州リーグの第3節西原陸上であったんですけど、うん、その前にトラック走ってる集団があって、はい、海保銀行でした。そうなんですね。めちゃくちゃ走ってましたよ。いつだったかな、俺もさ2年ぐらい前にサッカー協会さんのお手伝いでグラウンド設営行った時に、はい、海保銀行サッカークラブの皆さんもお手伝いで来てるのさ、はい、朝早いですよ、7時とかぐらいで、今日会議員のサッカー部の皆さんは6時半とかに来てて、はい、先にトラックで走ってるんですよ。本当に今高田さんと同じような感じで、あーなんか朝早く来て走ってる集団いんなと思ったら会議員の皆さんで、すごいですよ。陸上部みたいな、はい、本当に僕も会場着いた時に皆さんで、ね、体感されておられて、で長間監督に今日は走らないんですかって、今から走れよとか言って本当ね、めちゃめちゃ走ってますからね。まあ、そんな海保銀行と沖縄そうなね試合が、はい、5月の9日日曜日にね、ありますので、皆さんぜひ沖縄県のね代表天皇杯をね、はい、出場をかけた試合がありますので、皆さんもぜひ楽しみにしていただけたらなと思いますよ。ごめんなさい、相変わらずちょっと時間配分できてなくてコメントも読んでないんですが、コメント呼びたいと思いますよ。これは脳内内縄さん、俺を今更なんだけど、はい、名前変わってるのに俺ずっと脳内さんって言ってていいのかなっていうのさ、一昨日ぐらいひどい、気づくの遅い。なんで脳内さんなんかな。いや、もともとがあれなんですよ、脳内内縄さんっていう、はい、名前で送っていただいてたんです。今何なんですか、どこ、フロム横浜になってる。僕が来た時から違いました。ごめんごめん、もう脱線して、すいません。こんばんは、今夜も来ましたよ。今日は欧州スーパーリーグ構想で大荒れの一日でしたね。ほんとね、昨日全部撤退したみたいなね。あ、もう、なんか出たんですか、処分とか。いや、処分はまだ分かんないですけど、ま、参加チーム全部、全クラブは、いや、言ってることは分かりますよね。もう結局お金の話、お金の話でも汚いような感じがしますけど、そりゃ上波があんだけ取ってたらねってお話ですよね。まあ、いろいろ、俺はいい方法の一つなのかなと思いますけどね。選手だけが、なんだろう、強いられてもね、試合数だけ増えて疲弊していくのは選手なのかなとも思いますし、なんだろう、ある程度ね、お金持ってるクラブは潤ってるように見えますが、全体的に見るとそうではなくてっていうお話になってきますしね。
スーパーリーグ、名前はダサいなと思ったんですけど中国みたいなスーパーリーグいやでもなんだろう、各国のリーグのやっぱり1位決める、優勝決めるのもめちゃめちゃ大事だと思うし、その国の地域柄とかっていうのもプレミアとスペインでは全然違うし、もうセリエあとね、あのリーグワンでも全然違うので、それはそれのその、ね、国のリーグの良さがあって面白さがあるじゃないですか。いやそんなのも大事だなって思いますけど、各国のトップチームがさあんだけ集結するってことはそういうことなんだよねきっとね。チャンピオンズリーグの決勝トーナメントも毎週見られるみたいな感じ。ああ、そういうことですよね。楽しみではありますけどね。ねえ、まあ、いろいろ本当に出てくるとは思うんですけどね。なんかモリーニョも辞めてるしね。いやー、電撃会に、ね、なんか繋がってるんすかねこれと。怖いっすよ ね出るって言ったからモリーニョがじゃあ辞めるみたいな、もう俺やめたになったのかっていう、ね、ニュースも出てくるんですよ。ちょっとね、どうなっていくのかなと思うんですけど、この辺もちょっと注視しながら。ごめんなさい、脳内さんの話で。すいません、ちょっと相変わらず本当に時間配分ができていないので、一旦 CM に行きたいなと思いますよ。いけるかな、一旦 CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院。パキ、ポキなど、痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ。6名様までの完全個室を一室完備。オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順。握り寿司のテイクアウトも承っております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき、思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。はいはい、後半もですね、沖縄県のサッカー情報もお話ししていきたいなと思いますよ、はい、あれどれだっけ、あ、皆さん、あ、入ってる大丈夫です高田さんがいるんで大丈夫です、はい、いつもすいません。いやいや他にもね、ちょっとコメントが来てたので読みたいなと思いますよ。これはですね、アッキーさん、はい、琉球、恐ろしい子ってどういう意味ですか、どういう意味だ、合格間違いなしねって、J1 の沖縄遠征のお金貯めないとって、あー、琉球 J1 上がりますかね上がるんじゃないですか。俺たちがこんな批判的、あ、ダメだ、ね、まだまだ序盤なんで、まだまだね、まあそうっすね、なんとも言えないところはありますけどね。合格はなさそうっすけど、このままいけば、そうっすね、このままいけば合格はなさそうっすよね、はい、3位、今琉球が22ですね、か勝ちで22で、新潟が23、はい、でその下が京都でしたっけ、京都19か、はい、もう終わろうぜ、終わりましょう出たよ、また始まったよみたいなもう あともう一つ野内さんからコメントが、の今日の J2、栃木がアルビレックスと2対2、いやもうでかした栃木京都サンガがベルディに、2対0で勝利、ジュビロが3対2で大宮に勝利、リファーレンが、3対1でモンテディオに勝利してますよ。あとジェフがね、水戸に、アッキーさん水戸負けちゃってますね、あのザスパーク、あ、ごめんなさい、ジェフと水戸が1-0でジェフ、ザスパークサツがファジアーノに1-0で勝利、ヴァンフォーレ甲府が2対0で相模原に勝利、あとね、ツエゲンがブラグリッツに2対1で勝ってますよと、もう一つね、あと2試合か、愛媛が3対1で山賀に勝利、北九州が山口と0-0のスコアレス、そっか、今日はルヴァンカップが G1 の方あったんですね、はいはい、ボルティス、調子いいっすね、勝ってますね、ね、ボルティス、ヴィッセルに1-0、アビスパが1-0でサガン鳥栖に勝利、FC 東京も1-0でトリニータに勝利、浦和レッズが横浜 FC に2対1で勝利、横浜来ないね、そうですね、初日が勝てないですね、ちょっと辛くなってきますけどね、あ
とレイソルがベルマーデル、ベト1対1のドロー、エスパルスが 0-0 のスコアレスドロー、デガルタ仙台はサンフレッチェに 1-0 で勝利と。横浜だけはすごく重たいっすね。横浜ね、はい、監督も変わってね、本当に先週の土曜日にあったのが裏天王山みたいな感じでね、ベガルタとってやったんですけど、 2-0 から残り15分ぐらいから10分ぐらいで2点追いつかれて、あわや逆転サヨナラ、サヨナラはねえかっていうね感じだったので、横浜なかなかちょっと重傷かなって、あれ、あの 2-0 でちょっと試合終わらせきれなかったのは本当にちょっと痛いなというか、本当に最初の大きな一歩になりそうな試合展開だっただけにちょっともったいないなって気はしますけどね。シュースケ輝いてほしいですね。レイズどんよりしてる。ついライスケが話変わる。ああ。ライスケベトナムの解雇みたいな。解雇になってましたね。監督もでしょ。下田さん。早ねえ。横浜市帰ってこないですかね。松井大輔。帰ってきても出れないじゃないですか。出れないから行ったに等しい。そうっすよね。あ、そっか、まあ、そういう問題ですね。あの選手登録の問題じゃない。もちろんね、松本山雅の選手もないし、あ、その人は多分残ってるんですよ。あ、違うか、2人か、高崎でしょ。違う選手がまた多分ね、残ってる選手、スタッフかなんかから上がった選手もいるじゃん。あ、スタッフがなんか選手登録して、戻ったって言ってましたね。ややこしいですよ。どういう事情なんですかね。ベトナム事情。いや、なんか日本化するって言ってたんですけど、3ヶ月で切るなんてね。結果が出なかったら切るんじゃないですか、多分。3ヶ月っすよ。いや、結構厳しいところは、すぐパッパッパって。そうか。厳しいっすね。厳しいな。で、道内さんからもう一つコメントが。欧州スーパーリーグ構想に英国では、政府王室一体で阻止に向けて全力、日本だったら絶対動きませんって。そうなんだ。政府が動くってすごいですね。すごいですね。政治絡めます。今あれでしたっけ？フランスリーグとリーグワンとあれですよね。ブンデスがなんか参加拒否してますみたいな感じよね。いやー、なんすかね。俺野球例えなんですけど、まあ、野球で例えると大リーグとかは大リーグ年金みたいなのがあったりして、選手にとってのこのサポートが結構すごいのさ。でそういうのもサッカーに適応させられるぐらいのお金がさあるはずなのよ。でそういうのもちゃんとやってくれたらいいんだけど、まあ、やっぱねサッカーってあれだけちょっと大きなスポーツの中、ね、やっぱお金に目がくらむ人がいっぱいいるのか困っすよね選手はね。じゃあ ね、それじゃあね、なんか嫌じゃないですか。サッカーはサッカーですごく面白いなっていう部分もあって、はい、なんだろう、例えば、ね、さっきの松井選手ですけど、移籍するときに移籍金って発生するじゃないですか、はい、それって岩田だけ、あ、横浜 FC だけに移籍金が入るんじゃなくて、その前にいたチーム、その前にいたチーム、その前にいたチーム、何パーも何パーもって入っていくじゃないですか。そういう仕組みって面白いなって思いますし、なんだろう、ファイナンシャルフェアプレーがあったりね、面白いなと思う部分がいっぱいあるんですけどね。難しいのかな。じゃあどうにかしてもらっていいですか。お願いします。でかいわ、でかいわ。お題がでかいわ。どうにかしてもらっていいですか。王室っすよ。Sにちょっとどうにかしてもらって。選挙からだな。じゃあそうっすね。いやでも本当にスポーツとお金っていうのはね、結びちゃう、ついちゃうことなんで、ね、はい、本当に純粋サッカーだけっていうものをね追い求めていくのも難しい現代やってますよね。はい、でもなんか一回やってみたらいいのにね。やってみようぜ。スーパーリーグ。そうっすね、一回やってみよう。やる日程あるんすかね。であれでしょ、国内リーグから抜けるんでしょ結局。そうそういうことですよね。そうっす。チャンピオンズリーグも出ませんみたいな感じでしょ。チャンピオンズリーグの上位がいますから、そこでも対決するみたいな。チャンピオンズリーグみたいな感じになりますよね。見てみたい気もしますが、はい、これはなかったことになりますね。おそらくなかったことになります。はい、すいません。どうないさん、もう一つ横浜 FC とベイスターズの
瞑想中ですベイスターズの瞑想中か横浜終わって漢字のお話してるうちに、はい、すいません、今週もアディショナルタイムが残り40秒少々となりまして、もうすいませんね、今週もちょっとあなたこうと喋ってましたがバタバタしながらお付き合いいただきありがとうございました。今週はね、この辺で終わりたいと思いますよ。はい、この番組はあなたの専属トレーナーになりますフロースタイルエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋魔順バーガー&バーボソルチ以上各社の提供と、エシクレのヨヘラさん、またね、沖縄市場の高田さん、今週も聞いてくれた多くの皆さんのおかげで放送することができましたよ、ありがとうございます。はい、また来週もですね、ゆるくおしゃべりしたいなと思いますので、また来週も聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。